チューチューチューしましょう。ラベンダーの畑、ゆゆゆめ持ってみんなみんなおいで。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHzFM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、今夜はとっても元気な方に来ていただきました。今夜のお客様はキングレコードの井上由美子さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりです。前回は電話でそうお邪魔させていただいて、早く行きたいなと思いながら、ね、でも電話じゃね、寂しかったですよ。顔を見ながら、ね、こう見つめ合いながらやっぱり喋るのと電話ではちょっと違いますよね。違いますよね。いや、お元気そうですけど。はい、うん、もうなんかコロナ太りしながらいや、なんか結局食べてで外あんまり出ないじゃないですか、ええ、家の中で自分で運動するって言ってもやっぱり性格的にもなかなかできないからそう食べて寝て食べて寝てってしてたらまただいぶ太ったなって。だけど今絞らなきゃなって本気で思ってるところです。新曲出ましたしね。そうですね、うん、でもこのコロナ禍でちゃんとこう新曲をリリースできるっていうのはさすがですよね。あ、もう本当に感謝だなと思います。ただ、うん、まだ人前で全然歌えてないので、うんね、うん、寂しいね。皆さんそうですよね、うん、もう本当にまさかこんな世の中になるなんて。いや、ここまでしかも長引くとは、うん、そうです、うん、思っても見なかったですけど、うんうん、まあ、でもいろんなこと考えたりとか、まあ、そういうきっかけっていうか時にはなったなとは思ったりして。どんなことを考えた、うん、なんか自分の将来とか、いや、こういうふうな状況になった時でもやっぱり生活をしていかなきゃいけないし、うん、そうですよね。そう、だからこうなった時にやっぱどうやって生きていくかとか、うん、考えないと本当にもう笑ってられないなみたいな。いや、本当に、うん、あの、そうですね、今までね、やはりあのライブやったりコンサートやって、でその会場で皆さんに CD 買っていただいたりとか、そうですね、そういうのなくなったら本当に困っちゃいますよね。そうですね、うん、だからやっぱりちょっと副業も考えた方がいいのかなとかもうこういう状況になっても全く関係なく、うん、あのちゃんと、まあ、自分と母親の生活はちゃんとこう心配しなくてもいいぐらいの、うん、なんか見つけとかなきゃいけないのかなとか。あそこまでね、うん、考えちゃいますよね。考えちゃいました。長引いたらね、うん、由美子さんがでも副業だったら何もできないからどうしようみたいなそんなことないと思う。そうだよ、まあ、うんうん、何もできないなって。いや、そう考えたら自分ってできること他に何があるのかなとか。由美子さんにできそうなことはやっぱり接客業に関係しているものだと思うから、うん、やっぱりこういう時にはできないじゃないですか。そうですよね、うん、そう、接客業しかバイトもカラオケボックスでアルバイトしてたぐらいだから、うん、そうなんですね。そうなんです、うん、デビュー前東京に来て高校卒業してから、うん、でそこで部屋でタダで歌わせてもらえたからバイトが終わってからなるほど、ね、ひたすら歌ってたんですけど、やっぱその時はでもやっぱり楽しかったから、やっぱ人とこう、うんうん、接するのが得意でしょ。まあ、得意というか好きなんだなって、うん、普段は恥ずかしがり屋で仕事じゃないプライベートな時だとちょっともう照れくさくて喋、うん、ったりするのできないんですけど。本当なの？そうなんですか？そうなんです。仕事となるとスイッチがなんか入るのか、そのカラオケボックスのアルバイトの時もお客さんに気軽に喋ったりとか、うん、そういえばできたなって。で歌手になってからもマイク持ったら恥ずかしいとかっていうのがなくなって、うん、ただ普段の自分に戻るとすごい恥ずかしがりや。あら、それはなんか
意外でしたね。言われるんですけど、うん、でもなんかこうちょっと物おじするタイプっていうか、うん、すごい意外だって今までね琴姫チャンネルに来てもらった時ね、はい、あのファンの方がいつもゾロゾロついていらっしゃらない、ね、それで由美子さん大変だよねって、まあ、そーっと言ったら朝10時から一緒なのなんて言ってずっと一緒についてますってくださってキャンペーンからずっと、うん、そうだからそうやってもう楽しく喋りながら、うん、そうですね何十人かゾロゾロ一緒に見えてたでしょ。でも楽しかったですけどね。じゃあやっぱり好き、まあ、好きなんでしょうけどね、うんうん、そうか副業まで考えちゃった考えちゃいました、うん、でも自分の得意とすることはみんななんかちょっとダメかなみたいな結局こういう時期になるとダメなことだから、まあ、とりあえずはやっぱり歌を今一生懸命、うん、やるしかないな。いやあのねやっぱりいつもの半分になっても10分の1になっても続けていた方がいいですよね。でも半分どころかね全く新曲が出てるんですかね。そうなんです。早速聴かせていただきたいと思うんですけど、はい、楽曲の紹介をお願いしようかな。はい、はい、また北海道舞台に今度はだんだん立ち直っていく決意をもうしてる強い女性を歌ってます。オロロン街道聴いてください。つけを後にしてあなた忘れの旅です。一つ恋しさ二つ面影捨てて海辺に一人。あれは嘘だとあなたもう一度抱きしめて。風よ伝えてほしい今すぐに。オロロンドリもオロロンドリも泣いてます。作詞まどか京の作曲徳久浩二オロロン街道井上由美子さんでお届けいたしました。ありがとうございました、ね、立ち直っていく女ですね、はい、コロナから立ち直ってそうですね、まあ、そういう意味も、まあ、全然意味は違うんですけど自分なりに重ねてちょっとそういう意味も含めながら、うん、歌おうかなと。うん、ね、いつもながら伸びやかなボーカルで ありがとうございます何を食べてこういういい声が出るんでしょうか。もうほとんど肉、相変わらず肉。昔だからあの琴姫さんにも肉、私も好き、焼肉を連れて行ってもらったりして。あれから随分経ちますね。でも今、うん、私もほとんど外食できないっていうか、なんか気になっちゃってやっぱり家に帰ってきて食べちゃいますよね。そうなんです。お弁当とか買って、うんうん、私もだから全然外で食べてなくて、うん、去年なんか特にもう外本当に出るの怖かったから、そうそう、炭火焼き肉を家で一人用のちっちゃい七輪みたいなの売ってて、はい、それでちょびちょび焼いたり、はい、目指し焼いたりするようなことを、遊びを覚えてしまいました。いいですね。目指しも焼いたの。目指しも焼いたり、あとウインナーとかも、うん、炭でやると、うん、パリッとなってすごい美味しいんですよね。うん、だからそういうことばっかりしてました家で。レストランにね、うん、行ったり焼肉屋さん行ったりお寿司屋さん行きたいんだけど、で自分と例えば家族は大丈夫だとしてもやっぱりコロナ怖くて
そう、ね、そうもしもって思ったら、うん、だけいつもお世話になってるあの、まあ、食べ物屋さんとか、うん、そこで食べないにしてもそこでだから焼肉屋だったら肉だけ生の肉だけくれって言って入れてもらってでもやっぱ潰れてもらっても困るしなとか、そうそう、あの売上協力でね、そうでもまあそんな協力してるほど自分も潰れそうなんだけどなとか思いながらまあでもなんかそんな風にしながら面白い落語みたいな過ごしてましたゆみこ落語っていうのやったらいいんじゃない。いやなんかだからキャンペーンの時とかも、ちょっと歌声がなんか調子悪いなとか思う時、ええ、まあ逃げちゃダメなんだけど、ええ、今日は喋ろうとか思って、あ、えらいな、でも漫談が始まったよっていうお客さんたちが始まったりして、そう、うわ、でもとにかくなんか来てもらったらなんかでこう楽しんでもらえたらなっていう気持ちが強すぎて、うん、歌良かったよとか言われるより面白かったって言われる方がなんかちょっと嬉しく感じるようになっちゃって危ないなこれはと思ってるんですけど、いやそれ才能だと思いますよ。まあ、うん、やっぱり笑ってもらうのが一番自分にとっても元気の源になるかな、うん、みたいな。 あのねここにあの弓子新聞ですか、はい、ね、ピーチ姫の夢色だよりありますけれどもね、はい、東京のアスナロ66さん、はい、弓子ちゃんもう10ヶ月も会えていませんね。そう、生由美子ちゃんの歌と笑顔は私にとって最高の心身健康サプリだったと切実に実感中ですってここに書いてありますけど、そういう由美子さんだからやっぱりファンの方もすごい寂しいと思ってらっしゃるのよね。そう、お互いだからそうですよね、うん、だから、まあ、YouTube ででも顔でも見てもらって、うん、元気な姿を、うん、まあ、笑ってもらったりしたいなと思って始めたんですけど、うん、そしたらみんな YouTube の見方がわからないとか、うん、何のためにやったんだと思ってもちょっとお互い頑張ってみんなも見れるようになってねってそれはそうですね、そう、切実に切実だからいいねっていうボタンもあるから、はい、押してほしいのにそのチャンネル登録っていうやり方も分かんないやっと見れるようにはなったっていう方もいるんですけど分かんない、それでいいねのボタンも押すとこまで入れないみたいなそっからだから、いやそうですよね、落ち着いたら講習会をまずしようかっていう、うん、YouTube の講習会、 YouTube 見方のもう携帯電話の使い方からもう講習会そう、あのやっぱり演歌歌謡曲のファンの方たちはやっぱりパソコンはね、そうなんですよ ね、あの、そう、苦手ですよね。だからこの毎月1回のその夢色だより の、はい、このファンクラブの開放なんですけど月1回送ってる、はい、これだけが頼りだって言って、うん、これだけが頼りだ、今どきもうちょっとがでも YouTube 見られるようになったらこの開放のものがもっと細かく、そうですね、鮮やかにこのお面がどうなってるかとかも、うん、どうなってるか、やっぱ写真だけじゃ、うん、まあ、まあなるべく分かるようには書いてても、うん、やっぱりこう間とか空気っていうのがそうですよね、やっぱりその動画を見てもらった方が、うん、まあ、説明いらずに、うん、でも一言も喋ってなかったりもしたりするので、はい、ね、そうなんですよね、うん、いやでも直接ね相手の顔を見てね飲んだり食べたり騒いだりするのは当たり前の、ね、ことだったのに ね、できないって、うん、まあ、行きたくない人との断りの理由ができたからそれはいいかもしれないけど使ってます、使ってます、そうですよね、いやもうちょっと落ち着いたらみんながずっと行かないみたいなそう、まあでも本当に、まあ、親のことも心配だし、うん、まあ、持って帰っちゃいけないとか思うから、うん、家でもマスクしてます。あ、そうなの、うん、あの母親と同じ部屋にいるときはマスクして、あ、そうなのね、あらあら、やっぱりね、年には年をまあ入れてと思って、やっぱ徹底されてますね。そうなんだ、だってコロナにかかったら大変ですからね。そう、もう病院行くにも病院もまあちょっとなんか不安だったりとかしたから、だからできる限りは皆さんも気をつけていただけたらなと、うん、いやでも関心ですね、もうそこまで気を使ってるっていうのはね、そうやっぱもう大事だからと思って、うん、まあ、やっててもね、うん、もうどうしようもない時はないんでしょうけど、うん、まあ、やれる限りはやって後悔しないようにしないとなと思ってます、ね、今年ね、あのまた夏が来ますけど、はい、ね、
由美子さんに何か素敵ないいことが来るように、はい、祈っちゃいますからね。よろしくお願いします。でもすぐに元の世の中にあっという間に戻れるかもしれませんよね、うん、そうですね、みんなでそうに思うとそうなれるかもしれませんもんね。本当本当、そう念が強ければなると思うので、ね、念力を出そう、もうお願いします。なんか強そうですもん。分かったなんて、分かる、なんか力がなんか変わった不思議な力があるってずっと昔から思ってたから、 ありがとう。今夜のすごい井上由美子さんに向かっていいことが起きるようにすごい念力出しちゃう。帰りなんかお金でも拾うようにお願いします。面白い。いやなんか楽しいね、こうやって会ってるとそう、ね、ま、楽しい時間は、ね、すぐ経っちゃうんですよ。そうですよね、もうなんかねお別れの時間が来ちゃったんですよね、はい、ありがとうございます。でお別れに、オロロン街道のカップリングですね、はい、で前作でもあります、はい、じゃあ楽曲紹介をお願いします。はい、もうこの曲ももっともっと皆さんに知っていただきたかったなっていう思いでカップリングに入れさせてもらいました。野付半島聴いてください。今夜はキングレコードの井上由美子さんにお越しいただいて、すごい面白い漫談を聞かせていただきました。井上由美子さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ここで私がもしも死んだら涙流してくれますか。嘘も本当も全て欲しがり、いつの間にか愛をなくした。白く果てなく続く表現、生きてくわけさえ見つからず、指にハラハラ粉雪も泣いてる。いい音楽聞いてますか。素敵な映画こと諦めたらダメですよ。あなたの夢を叶えましょう。ハートふっくら琴姫チャンネル。